はい、皆さんこんにちは、リード直樹でございます。というわけで今回はフェイトグランドオーダーやっていきたいなと思います。でなんですが、今回は冬季をやっていきます。というのはまあオレアンもやりたいんですが、今青少石が青少石がですね29個あるんですね。で今考えてみれば、成長編を交換すればいけますね。そういえば交換します。はい。でこれを交換したことによって31個ですね。はい、召喚していきましょう。音を大きくしますね。でなんですが、やっていくガチャなんですけども、まあ、ストーリーでもいいかなっていうふうには思ってたんですが、やっぱりアビゲイルが欲しいと。で縛りプレイやっていく上で、星さんも欲しいというふうに思っております。なので狙いとしましては、クーフーリンのランサー、そして清姫に、あとはセイバーの女の子、星4とかじゃなくてですね。で、あとは、概念霊装が欲しいです。そこまでね、星5は、狙うというのはありません。なので、気楽に引いていきましょう。ドン、10回です。召喚、優勝石は、ないね。優勝石分はありません。はい、この通りでございます。ではやって引いていきましょう。決定。で、本当はクリスマスでは引いていいかなと思ったんですけど、クリスマスのあのキャラクター。で、よかったかなっていうふうに思ったんですが、やっぱり、アビゲイル狙いたいよねって。あ、ローディング長いぞ。ローディング長いとかあんのかな、このゲーム。ないか、さすがに。何あとゴーラー星さんですね。2枚目、フラガチック、じゃあフラガラックあ、そうですね、あとチュートリアルのガチャの方でタマモキャット、アサシンと言っていましたが、あれバーサーカーです。間違えておりました、すいませんでした。はい、キャスターは一緒ですね。4枚目かな、これが。5枚目。はい、バーサーカーかな。アサシンだね。これがアサシンだね。アサシンとバーサーカーの見分けがついてないわ、ダメだな。6枚目が、はい、概念霊装、これ爆死案件だね。爆死案件かね。セイバー、ジルドレ、ジルドレどうなんだろうね、7枚目だけど、ジルドレが分かんないな。はい、8枚目で、次が9枚目かな。アーチャー、ビリーザキッド、9枚目かな。次10枚目か。次がラスト。はい、次もアーチャーで、誰だ、わからないわからないですね。はい、という感じでございます。まあちょっと見てみないとわかんないんですけど、
ジルドレですね。ジルドレは軍略し、味方全体の防御威力がアップで、これは多分あれですね、あの NP アップですね、味方の。あ、ジルドレありじゃないかこれ。あ、ジルドレありですね、セイバーとして。耐魔力が B あって、騎乗も B あって、で強化 EX ってことはバスターがアップするから、あ、これは3としては全然ありですね。はい、で次がビリーザキットかな。ビリーザキットはちょっとわかんない。射撃 A プラスプラス、自身のクリティカル威力をアップで、クイックドローは多分あれですね、アップですね、あの NP アップの方かな、自身の NP かな多分これは。で心眼は多分回避ですね。はい、で単独行動が自身のクリティカルアップの A で、騎乗 C プラス、自身のクイックカードの性能が少しアップという風になっております。で敵単体に超強力と自身に必中アップ、必中が付与ですね。アンドクリティカル発生率をダウン、相手度ですねこれ多分、わかんないけど。はい、まあ、そんな感じで次はこいつですね。何この人、誰かわかんないんだけど。はい、竜神の加護 C、 自身のバスターカード性能アップ、3ターン &HP 回復、あ、いいですね。はい、で矢除けの加護はあれですね、回避ですね。で無人だわら、無人だわらは分かんない、ヒール何これ分かんないな。でクラススキルはタイマー C、 単独行動 B、まあちょっと使ってみないと分かんないな。で一応確認しておきましょう、ジゲハイですね。ジゲハイ前回確認した気がするけど、こいつもねちょっと微妙なんだよね。でこのさキャスターさいるからさね、えキャスターいるからちょっと微妙っちゃ微妙だけど、じゃあ次このこれですね、援護射撃、自身のダメージプラスを400状態を付与&クリティカル威力を 15% アップ、まあ、使い方によればって感じですかね。はい、で次がこれが分かんないな、死の芸術、人型に特攻状態 25%、 あ全然ありですね人型だったら。っていうことはサーバントのほぼ多分人型なはずなんで、いけるってことかな。まあ一部竜とか いたりしますけど。はい、で星さんのやつですね、アトグーアトゴウラ、自身のクイックカード性能 10% アップ&防御力 10% ダウン、デメリットですね、デメリット相っていうのはちょっと星さんではちょっとありえないですね。でフラガラック、自身のスター集中度 200% アップと。はい、まあこんな感じですね。まあ微妙かな。まあこれがガチャですね。でもセーバージルドレ参上いたしましてございます。まあ、ジルドレは全然ありですね。まあ、今回の収穫はジルドレかな、あとビリーザキッドと。僕の名はビリーザキッド、新しめのサーヴァントだけど役に立つと思うよ、よろしくね。はい、次ですね、これで名前わかるかな。
召喚に応じた。さて、まずは何はともあれ腹ごしらえ。ちょっと名前言えってお前。お前の名前がわからんからちょっと聞いとったのに。名前言えっちゅうて。まったくよ。どうしてそう皆さん名前を言いたがらない？名前を言いたがらないよね。で今ログインボーナス、新規ログインボーナスが5日目でございまして、あと2日で多分30個は手に入るのかな。で、あと故障のなんていうのかな、あれ、無料で呼び出せるやつも10枚ほどもらえたはずなので、それで引いていこうかなっていうふうに思います。で、今日はですね、12月の14日となっていて、アビゲイルはですね、まあ、星晶石の方で引こうかなっていうふうに思ってるんですが、故障の呼び出す札とか言ってやつですね、無料のやつは、まあ、クリスマスに取っておこうかなっていうふうに思ってたりもしますね。ちょっとどうなんだろう、強いのかな。でも新規キャラだし欲しいよね。でも俺クトゥルフ神話好きだからアビゲイル欲しいんだよね。そう、アビゲイルが欲しかったりする。まあ20連してちょっと出てないところを見るとまあ難しいのかなっていうふうに思うんですが、まあたまり次第またね、アビゲイル狙っていきたいなというふうに思います。まあ古城でまあ別のが当たってもいいので、そこら辺は気楽にやっていきたいなというふうに思います。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また2日後か明日動画上げれたらと思っておりますので、そちらもよろしければ見ていってください。というわけで今回ここまでとなります。また2回言ったね。ご視聴ありがとうございました。